皆さんこんにちは。今回はリーファバースデーオーダー引いていこうと思うんですが、これが新規ピックアップが空の果てのあの白絵ってやつで、これがフレームパイルバフってやつで、カオス235ってやつですね。あの最近出たカオスドレイクっていうやつをちょっとやってみたいと思って、で欲しくて、で火属性の鬼バフもあるので、ちょっとこれ引けたらちょっとこれで挑戦してみたいと思ってて、で弱点属性が残火属性なので、火属性強化のこのパイルバフがあれば、まあ、ちょっといいかなって、まあまだちょっとやってないんで、なんか飛び上がったりとかして、まあこのパイルバフが維持できないとかあるかもしんないですけど、ちょっとわかんないですけど、まあ、一応このまあやっぱこのパイルバフって最大までスタック貯めるとやっぱ99スタックでダメージが 99% になるので、これできたらいいなっていうのもあるし、スキルクールタイムが10秒っていうのと、このね攻撃モーションちょっとね調べました。スカーっていうやつ、これが初期機の入りが早くて攻撃モーションが短いので、これでなんとか維持できたらなって思うので、これでなんかまあ、周回できたらなっていう感じですね。あとこっちが、打属性闇属性のバーストスキルですね。まあフルバーストではないんですけど、やっぱこれもあると、カオス235ですね。まあ今の期間はやってないんですけど、カオスラングレンですかね。もうちょっとやってみたいと思うんで。でまあ最近ちょっとダイアミ属性の両手斧が、まあ、あのモッドスキルが出たので、まあ、それと合わせてちょっと、まあ、できたらなと思うので、でアルカナジウムが9825溜まってるので、まあとりあえず今回は一周していこうかなと思います。まあとりあえずまあステップ1を引いていこうかなって。でステップ1ステップ2いつもだいたいまあ星音出ないんで、まあ、いつも通りステップ3でまああのなんか出ればなっていう感じですね。まあ、途中本当にあの何も喋ることないんですけど、まあ斧を今斧ちょっと飛ばしちゃったけど、まあ基本はまあ斧来たらまあ演出見てっていう感じなんですけど、ちょっと最近ねまあいろいろ忙しくてまあごたごたしてたんで、まあちょっと集会とかあんまりする機会とかなくて、あちょっと直剣飛ばしちゃいましたね。でこれやっぱねストーリー17層すらやってないっていう感じなんですけど、やっぱ17層やったらもうちょっとアルカナジウム溜まって引けるのかなっていう感じはしますね。で片手直剣はちょっと欲しいですけど、ちょっとこれがなんかちょっと飛ばしちゃったんですけど、なんか違うなんかちょっと欲しかったっぽいやつが今出ましたね。いやーなんかで、まあ、飛ばさなきゃよかったかな。まあ次ねこれ終わったらまあステップ3なんで、いや出てほしいですね。まあピックアップ2つあるけど、まあどっちかって言ったら、あもうステップ2なのにこうちょっと、モッドかな。やったマジこれやばいいな。ステップ2でこれはいいですね。ステップ3いきます。あこれなんかこれよかったら調子乗ってあれですね、2周目も引いちゃうかもしれないですね。これなんかいつもさバースデー引くのにそのキャラのバースデー本当に引いてるのかなみたいなところがあるので、なんか本当にその なんか例えばキリトバースデーだったら本当にそれキリトのオーダーなのみたいなくらい全然出ないみたいなのがあるので、こう次確定をか、あ斧かダヤミかな、あなんかフレームパイルより嬉しいかなって思いますね。バースでしょこれ、演出ないから、あ演出これステップ3でしょ、あそっか、あれあそっかそっかそっか、ピックアップ以外が出ることも、あでもこれはこれでいいな、あマジか、あマジか、
これが何、防御のスタックバフのアクセル でこれがダカゼの、あ、これ全体攻撃じゃん。あ、これいいっすね。これがカオスレイヤーで使えて、でカオスレイヤー HP 半分切ると分裂するんですけど、その分裂体すべてに攻撃を当てることができるんで、これがなかなかないんですよ。そのモッドスキルで全体攻撃っていうのがないので。でこれもね、ウィンドスパイク、まあ残花勢は確か1枚ぐらい勇気のやつは持ってたけど、これはね、まあ、まあ全体攻撃ではあるけど、まあ突進系なので、まあちょっと当てにくいけど、まあ縦一列で敵揃えれば、まあモブ狩りできなくはないっていう感じなので、片手直剣のモッドスキル見て、これですね、か残花勢で言うと、まあ、ドリンク勇気、風呂上がり勇気とか言われるやつで、残花勢が2枚持ちできるようになりましたね。まあ自分は眼帯アリス持ってるので、まあ、2枚でいけるっていう感じですね。ちょっと今回出たのが、これ強化で見るとやっぱこの3枚ですね。いやでもステップ3でこれくらい引けたっていうのは、6250ジェム入れたにしてはかなり得だったんじゃないかなと思います。これね、いい時はね引いてよかったって言うんですよこれ。ダメだったらダメだったっていうだけなんですけど、まあなんかみんなね、これおすすめですって言って引いてもダメだったら、なんだよダメなんじゃないかみたいな言うけど、結局運ゲーなんで、オーダーとか、まあなんか、いやでもピックアップ出なかったのがかなり痛いので、どっちかが欲しかったんで、いいの当たりはしたんですけど、ちょっと235のために欲しいスキルがあれなんで、まあちょっと余裕あったら17層のストーリー行って、まあジェム貯めて、まあ今ハッピーダンジョンやってるので、それでちょっとなんとか貯まったら、まあもう一周しようかなって思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。